逃亡出人と呼ばれ、先天的なポリスと100人に1人程度と言われています。ちょっと鼻が詰まっててすいません。日本人だけでも100万人以上いる計算になりますから、決して高くはないでしょう。きっと皆様の中にもいらっしゃるのではないでしょうか。不思議の国のアリスの作者で数学者でもあるルイス・キャロルも逃亡出人に悩んでいたようです。人の顔が区別できないのは思いのほか不便です。職場や学校で話しかけられても誰に話しかけられているのか分かりにくかったり、顔が皆同じに見えてしまうため、ドラマや映画を見ていてもストーリーが分からなくなることがしばしばです。自分の顔すらよく分からず、鏡に突然別人の顔が映る、そんなホラーが起こったとしても、濃いリアクションはちょっと取れないのではないかと思います。まあ救いとなるのは、現実世界では顔のほかに声、体格、服装、髪型、などの情報があるので、顔以外の情報から目の前にいるのは誰かが別可能なことです。それでも、一般の人が区別するのに比べればはるかに時間がかかってしまいます。とりあえず日本では人の顔を覚えないのは、失礼であるとされやすいですよね。ですから、顔を覚えているふりをしたりするしてしまうことも結構あります。まあ、こんな現実がありますから、実際には逃亡出人の人は100人に1人よりもっと、多いのではないかと推測されます。まだまだ認知度が低い症状であるため、誰にも相談できず、理解してもらうこともできずに、悩んでいる方が多いかと思います。原因は先天的な脳の特性であるため、努力で補うことはなかなか難しいです。まれに後天的な脳の怪我や病気で出現する例もあります。ただドラえもんのジャイアントスネ夫は区別できます。アニメでは顔の輪郭が極度にデフォルメされているからだと思われます。もし、目があったのに挨拶しないとか、街であったのに無視されたとか、そう思った時はちょっとこの話を思い出してみてください。お相手はひょっとすると